はい、まもなく特急列車通過します。はっ、機長みんなに今日は大事な話があります。ではお願いします。皆さんの最寄り駅で駅員をしているものです。え、なんで？昨日皆さんのクラスメイトの市村くんが電車に飛び込み亡くなりました。え、かよ。彼はなんかじゃありません。だって自分で飛び込んだんすよね。先ほど先生からお聞きしてよくわかりました。彼はいじめという名の見えない暴力によって出たんです。私は駅のホームで何度か人身事故を見てきました。その多くが見えない暴力によって傷つけられてきた人です。どうかもう二度とこんなことがないようによく周りを見て気づき声をかけてあげてください。声を上げてください。その一言で救われる人がいることをよく覚えておいてください。はい、ご了承ありがとうございます。はぁ、ん？お兄ちゃんどうかしました？ああ、学校行きたくないなって思って。そっか、大人に行ったところでどうせみんな口を揃えて学校に行け行け、どうせ金さんに言っても分かってるんですけどね。サボればいいじゃないですか。え？行きたくない時に無理して行く必要はないと思いますよ。だってちゃんと学校に行きたくない理由があるんですよね。まあ、はい。じゃあ行かなくていいですよ。でもみんなからあいつは逃げたって思われるのが怖くて。逃げることはものすごく勇気のいる決断ですよ。だから逃げることを恥ずかしく思わず、辛い時は逃げたっていいんです。親や先生に学校に行けって言われると思いますけど、ピンチの時に逃げるのが動物です。お兄ちゃん自身が行きたくないのであれば行かなくていいんですよ。そうなんですか？だってヌーの大群やシマウマの群れも、もしライオンが近づいてきた時に親や先生の許可を取って逃げてますか？逃げてないですね。そうですよね。親や先生に許可取ってる間にライオンに食べられちゃいますからね。人間も同じです。親や先生に許可を取ってる間に心が食べられてしまったらおしまいなんです。なるほど、だから逃げてもいいんですね。そうですよ。このまま電車に揺られてゆったりと車窓を見ながら過ごしてみたらいいんじゃないですか。お客様は今一番居心地のいい指定席に座ってたらいいんですよ。ゆったりと過ごしてる間に楽しいことややりたいことが見つかったらそこに向かって進めばいいんです。はい、ありがとうございます。それじゃあこれ僕からのプレゼントです。これは青春18切符です。行ってきます。いらっしゃいませ。すいません。はい、いらっしゃいませ。この定期払い戻してもらえますか？よろしいんですか？はい、社会人になったら嫌なことばかりでもうやめようと思って。そうですか。お客様、こっち来てください。え？お時間あるようでしたらこちら読んでみてください。これは駅関係者や駅利用客の皆様による新社会人や学生さんに向けた応援メッセージです。楽しいことも辛いことも人生の糧にして羽ばたいていってください。3時のママより。いつの日かあの時が人生の一番、そう思える時が必ず来る。55歳のおっさんより。もっと肩の力を抜いてあとちょっとだけ一緒に歩んでみませんか？もう少しだけやってみます。あ、まもなく新生活行きの列車が発車しますよ。行ってきます。まもなく最終列車到着いたします。お客様どうかされましたか？お話聞きますよ。何もかも辛いんです。朝起きるのも寝るのも会社に行くのも人と話すのも、生きるってこんなに辛いことなんですか？なんでみんな笑ってられるんですか？なんでこんな世界で生きてられるんですか？お兄さん、生きてるだけで偉いんですよ。え？奇跡的に生まれて学校へ行って会社へ行ってこんな辛い世界でなんとか生きてるんですから。はい、辛いことは全て捨てて生きててください。生きてる限り望みはありますから。はい。